の教育者、政治家。救命は、夢熊。字は長剣、長健後派毛林10歳で、小高中西学堂に入学。1899年、一家で、上海に移り、小夢林は、キリスト教会で英語を学んでいる。翌年、与用に戻った。1901年、広州へ赴き、教会付属学校で学習する。翌年、 石膏高等学堂に進学し、1903年、県民を受験して、秀才となった。1904年、上海の私立南洋工学に進学している。1908年、小ユメリンはアメリカへ留学し、カリフォルニア大学の農学院、社会科学院で学ぶ。この時、サンフランシスコの大道日報で、主筆も務めた。1912年、卒業し、 教育学学士号を取得している。続いて、コロンビア大学大学院に進学して、研究に従事し、1917年6月、哲学博士号の学位を取得した。同年帰国し、上海の商務委員書で編集として就職している。1918年6月、ウユメリンは商務委員書を退職する。 孫文が執筆した実業計画の英文原稿を肯定し、さらにチャンス賞教育会理事も務めた。翌年、新教育教審者の月刊誌、新教育の主編となる。同年7月中旬、54運動の中で辞任を迫られた北京大学校長、蔡玄梅の昇平を受け、省が同大学の公務を代理することになり、9月には、 同大学の教育学教授兼総務長に任命された。1921年、非公式の身分ながら観察員としてワシントン会議に出席している。小ユメリン別影フーズ封印、チャイナサードエド。1923年1月、西玄米が校長を辞任したため、小ユメリンが校長職務を代理することになった。しかし1926年に、 学生デモ隊が北京政府に武力弾圧される3.18無5案が起きると、省は北京政府から責任を追求されたため、南方へ逃れて国民政府に参加した。1927年5月、省は石膏省政務委員会委員権教育庁長,長長、同省政治分会秘書長に任命される。翌月、国立第三中山大学校長となった。 小ゆめりん別影フーズ封印チャイナフォースエド1928年10月再現売の公認として小ユメリンは国民政府大学院委員長に任ぜられ同月に大学院が教育部に改祖されるとそのまま部長となっている翌年1月には首都建設委員会委員も務めた1930年10月小は教育部長を辞任し 12月、国立北平大学の校長に任命された。1932年、東北政務委員会委員や中華文化、教育基金会副当事長も務めている。その翌年には、全国航空建設会委員、河北線区救済委員会委員にも任ぜられた。1937年に、日中戦争が勃発し、北平、天津が日本軍の手に落ちると、 小夢林は北平大学と聖火大学、南海大学の調査への移転事業に取り組む。これにより、国立臨時大学が成立すると、ウが公務委員会常務委員に任ぜられた。1939年9月、三民主二青年団中央観察会観察となる。1941年7月、中国クレナイ十字総会総会会長となり、 1943年4月には中央訓練団教育委員会委員となっている。1945年5月には中国国民党第6期中央監察委員に選出された。戦後の1946年6月、最高経済委員会委員となり、10月には行政委員水税区政務委員会委員に任ぜられた。翌年2月、 教育部学術審議委員会委員に任ぜられ、4月、国民政府委員となっている。1948年8月、行政院前後事業委員会主任委員、中国農村復興委員会委員に任命された。国境内戦終盤の1949年10月に、章は台湾に逃れ、引き続き農村復興事業に取り組む。その一環で、1958年には、 石門水湖建設委員会主任委員を務めた。1964年6月9日、台湾にて病没。去年79。著書に中国教育原理研究、加藤時代の思想と教育、文化的交流と思想的進歩などがある。ありがとうございます。